どうもこんにちは、タオムンです。今回はこちらのダイソーで売られていた500円の Bluetooth をレビューしていきたいと思います。こちら箱の感じから見てわかると思うんですが、開封済みでしばらく使った後のレビュー動画となるのでご了承ください。まず Bluetooth5.1 に対応していて、連続再生時間は7時間、ハンズフリー通話可能っぽいので、多分マイクが入っています。かなり早く音のズレが発生しないと思います。で、こんな裏面はこんな感じになっています。では早速開けていきましょう。中にはこちらの充電ケーブルが入っていて、本体が入っています。ちなみにこれ黒バージョンもあったんですが、僕は白にしました。でですね、注意点がここに磁石が入っていないみたいで、こうくっつかないので首にかけて使うタイプなんですけど、首にかけて使う際は落とさないように注意が必要みたいです。操作方法は真ん中のこの再生ボタンを長押し、電源を入れてもう一回長押しすると電源が切れます。で、音量調節がここでできます。プラスボタンとマイナスボタンで、充電はここのキャップを外して充電するみたいです。ここマイクロ USB じゃなくてタイプ C にしてくれるとちょっと充電が早くなってよかったんですが、まあ予算の問題もありますしね。なんせ550円なんでかなりお得だと思います。で、音質のところなんですけど、音質はまあ普通よりはいいと思います。100円ショップで売っている他の100円イヤホンと比べると音質はいいです。ソニーさんのワイヤレスイヤホンと比べてみたんですが、するとちょっとこっちの方が実際の音よりもちょっと高く音を出している感じに感じ取れました。音域がこちら 20Hz から 2万Hz と書いてあるんですが、実際はそれよりもちょっと低いかなというのを感じました。はい、続いてメリットとデメリットの紹介です。メリットはやっぱり550円で安い。完全ワイヤレスイヤホンじゃなくてこういうコード付きのタイプのワイヤレスイヤホンを検討している方には、使い心地とかね、試してもらいたいなっていうのはあります。次のいい点、550円なのに連続再生時間が約7時間もある。これはすごいいいと思いました。その代わりちょっと充電に2時間ぐらいかかるんですけど、すごい連続再生ができるので、旅行中とか使えるんじゃないかと思います。3つ目、それが Bluetooth5.1 で速いっていうことですね。今まで僕が使っていたワイヤレスイヤホンは Bluetooth5.0 だったんですが、こちら 5.1 なのでちょっと速くて、音声と映像のブレが少なくてあんまり違和感なく動画視聴などができました。次にデメリットなんですけど、ここですよね。ここがこう動くようになってるんですけど、ちょっと壊れやすそうだなっていうのがあります。他にもデメリット、2つ目のデメリットはここ磁石を搭載していないっていうところですね。磁石を搭載していてくれれば、運動しながら、例えば自転車に乗ったり、ランニングしながらでもこのワイヤレスイヤホンで音楽を聴きながらスポーツを楽しめたと思うんですが、こちらちょっと磁石がついてないんでね、聞かない時に首にかける際などはちょっと注意が必要なので、そこはデメリットかなと思います。でもデメリットはそのくらいで、550円の割にはすごいいい商品だなと個人的には思います。ダイソーさんの他の普通のワイヤレスイヤホン
もう完全ワイヤレスイヤホンもあるんですが、僕はこういうものの方が再生時間が長くて、かつなくしにくい。イヤホンっていうのはなんか片方なくしがち、しかも僕ズボラなんでなくしがちなんですけど、これだとなくすっていうことはあんまりないので、いい商品だなと思いました。評価は星5中 4.5 ですかね。自分判断なので何とも言えないんですが、個人的には買いな商品だと思います。